夜6時ですね。6時ですね。6時ですね。晩ご飯、お好み焼き食べましょう。ね、お好み焼き食べたい。で、の前に掃除しないと。そうね、ちょっとね。コーンスープをこぼしてみて。ホットプレートでやる？うん、ホットプレートでやろう。全然お好み焼きと関係ない掃除ですね。一切とこれ使わないんだもんね、今日、コンロ。確かに、全然関係ないよ。全然関係ねえ、確かに。じゃあキャベツ切りましょう。この間もお好み焼き作った時にね、千切りじゃなくて細かく切った方が美味しかったっていうか、キャベツはいっぱい使えるから。みじん切りお好み焼き、具はないですよ。お好み焼きはシーフードないかな。ツナにしようかな。ツナ、この間納豆を入れた時にはそんなに合わなかったね。なんか、あ、そう、俺意外と好きだった。本当美味しかったけど、なくてもいいなと思った。なんか、なくてもいいもんは入れない方がいいね。プラスチック使いすぎだ。プラスチックだらけのキャベツ、プラスチック使わないで。あれ、最近スターバーでね、うん、あのストローが紙ストローになったの知ってる？お、マジで？そう、2020年からストローを全部紙にするって前からニュースになったけど、本当に紙になってた。フラペチーノとかもう紙でいけるの？早く飲まないとダメ。本当に溶けてた。なるほど、そういう効果もあるのか。そう、客の回転率も上がる。キャベツとか特にウクライナとかロシアに普通に安いし、うん、同じ感じ？うん、うん、全く一緒。もっと細かく。お、お、よ。このね、白と赤のね、色違いの卵を入れるのがね、特徴ですよ。全然そんなことない。何でもいい。普通のお好み焼きは2個が入ってるんだっけ？うん。まあ入ってないやつもあるけど、豚玉とかは入ってるね。ベーコン。ベーコン。逆にツナ入ってるのは珍しいと思う。小麦粉、うん、100g ぐらいですね。ぐらい？スプーンは 15g と、これが30。え？これが60g。 そう、これが、水だよね、あとは。うん、水は入れないよ。入れないの？あ、入れるだ、入れるだ、入れるだ、入れるんだ。いつの間にか交代してるけどね、カメラマンと。そうだね。うん、まあ作ろうか、俺。いいよ。なんかもっとうまく作れる自信があるの。いや、なんか飽きたなってカメラ。いいよ、作るか。いいよ。私が今結構困ってるよ。どう？やるよ。失敗してから。まだ早い、まだ早い。水でまずダマを潰した方が良かった。なるほどね。うん。こんな風に固まっちゃうから。あとあれがあるといいね、ケーキの泡立て器。あー、落ちないね、あまりケーキ作らないから。確かに、ないわ。ないね。なかった。さもあるかのように。ツナとチーズと餅にするか、今日は。チーズ餅、オッケー。このみゆきは何でもいいからいいよね。ね、ニシンとか、ニシンの燻製とかあるけど。いらない。そうね。他の味は何があるんだろう。豚玉でしょ。あと牛すじ煮込みとかも入れたりする。こんにゃくとか。こんにゃく？ねえ、とりあえずそれ食べたことないでしょ。ないね。牛すじ煮込みみたいなやつとか。パンとか入れる？ああ、まあ残ってるから入れてもいいかな。いいか。あんまりいらないけど。炭水化物も炭水化物だけどね。確かに。あまりもの全部。そうだね。うん。多いチーズが。いや、いいよ。いいよ。いいでしょ。ブルーチーズあるから入れてみる？やめろ。ダメ？お好みだからね。お好み。好きなものを入れていいけど、好きじゃないものを入れちゃう。さてさて。多いかな？もちんごね。もちんご？え、細かく切らないの？え、もっと細かく。もっと？大学の頃、お好み焼き？うん、ばっか食べてた。結構食べてた。
。私は豆腐しか食べなかったね、大学の時。いいじゃん、健康的で。あれが一番最初に作ってくれたの、豆腐のグリーンカレーだった。やめて。肉の代わりに豆腐を使えるんじゃないかなと思ってね、失敗した。餅ってウクライナにあんの？ないね。ないんだ。これアジアだけじゃない？中国とかあるかな？中国あるよ。あるか。オッケー。よっしゃ。よし、これで終わりか？全部混ぜて終わり？終わりかな。でこれやっぱ多いってこれ。結構多いね。結構多いよ。まあなんか足りなかったら生地を追加すればいいんじゃない？まあまあ確かにね。ヘルシーに行きましょう。これでやってみましょう。いける？いや、意外といける。なんか、ほら。多分、みんなに少し親しみのある料理だと思うよ。ウクライナとロシアの人に。そうね。あの、なんか、キャベツのパンケーキみたいなのが、作ったりするから、ね。なんていう名前？オクロシカ？それが。あ、違う。オクロシカは違う。なんだっけ。まあ、ちなみにみんなって言ってるけど。カップスネーアワード式。ニャッニャクトニューズナイド。カップスネーアワード式。アワード式。アワード式。がキャベツのパンケーキ？そう。カップスネーパンケーキ。カルトフィルネーアワード式。あ、ぶわってしゅうすかばちこう。いれととりこみにゃばぶしかたこみをがとびはらしょふくすな。Вкусно? Вкусно. Хорошо, вкусно. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ай-яй-яй. Выш. А, сон. Кацо. О, кацо буши. Кацо буши то. Майо. Майонез. Коно деккай майонез. Сос. Сос.これお好み焼きソースだからね。うん。なんかこれをね、これさえあればもう海外でも作れるからさ。これの代わりに何か使えないかの。ケチャップと醤油混ぜたら似たような感じになるじゃない。ああ、でもカツオだしの味が結構強いから、だしとかないの？難しいと思う。難しいと思う。再現は難しい。そう。まあオイスターソースとかあれば。オイスターソース確かにオイスターソースよりはあと少し甘口って感じにするかな。オイスターソースと、うん、砂糖とケチャップと砂糖だったら混ぜたような感じ。コテ？コテ？コテ？コテだよね。ヘラだ、ごめん。ヘラだ。コテって何？確かに。おお、あったかい。いける。じゃあお願いします。少しでいいよね。うん。オッケーオッケー。え、手で危ないよ。手じゃない。危ないって。手じゃなかったら何でやるの？箸とか。箸？そんな技術を。よし、これでいいか。うん。まあ、どうにでもなるのがお好みだから。確かに、何でもいいもん ね、 ね。あー、やっぱ生地が少ないかな。うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、結構バラバラになるかもね、これ、うん、本当だったらこの中にね、肉をこう豚バラ肉とか乗せるけど、ベーコンみたいな。そう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 。あ、これやっぱ生地少ねえわ。ちょっと追加してくるわ。そうだね、うん、見てみる。あ、大丈夫かな。いいいいいい。まああと少しかな。ちょっとひたになるぐらいかな。あー、なるほどね。はい、そうだね、こっちの方がいい、うん、これそう焦げちゃったかな。チーズが焦げてる匂いだ。多分生地がないから。あー、チーズが。おっ、いいよ。あー、意外と焦げてない。本当だ。
よいしょやっぱ生地少ねえそうね何枚ぐらい切るの？これね、5枚ぐらい切ると思う。やっていくっしょ。8枚、うん、すごい餅膨らんでるあ、見えるか、うん、もうすごいすっげえ餅膨らんでる。めっちゃ膨らんでる食べれると思う。 OK 食べる？食べましょう。よいしょ。バラバラになっちゃったバラバラになっちゃった。ひでえやばい。これが、これはお好み焼きじゃないです。お好み焼きです。お好み焼きじゃこれが日本の伝統。違うよなんていう妬みがいいんじゃない。マヨも、マヨはあれだね。あ、やりすぎちゃった。なんかこういう、こういう感じの模様をこう。お、確かに綺麗だね。綺麗でしょ。綺麗だ。ほら、確かに。まずいわけないか。そりゃねもちろん泉が買ってくる絶対に必要でしょ。まあ休みだしいいんじゃない。遠慮しましょう。いってらっしゃい。イエーイ、おかえりいい感じの冬になってたね。冬冬っぽい感じだね。そうなの。なんかインスタグラムでみんなが雪の写真とか動画をアップしたんだけど、うちら今日家から出てないから一切見てないよね。あ、そうなの？そう、東京雪降ってたらしい今日。そっかでもなんかそんな寒そうだった。あ、そうなの。うん、ま、今となっちゃってどうでもいいことだけどちょっと買っといて。ありがとう。エビス、エビスとグーレモンチューハイも買ったけど。エビス、いえ、ありがとう、準備してくれて。イエス、大丈夫。今日はロシア語だと何の日？え、ロシア語だ、ああ。何だったっけな、ニャルベイみたいな。ニエ、ブハノイ？あ、ブハノイだ。ブハノイ？ブハノイ？ブハノイ？なんかお好み焼きさんに怒られそうだね、この雑さ。美しい。なんだかんだ綺麗になるね。これも踊るんじゃない？踊るよ。踊る？踊るか。これ踊らないタイプなんじゃない？踊らないタイプなの。ぽいなこれ、モンダンスタイプか、うん、死んでる。これどこで買った？え、どこで買った？これどこで買った？踊らないタイプじゃんこれ。アマゾン。踊るタイプ今度から買ってよ。何ですか本当にそういうタイプがあるって思っちゃうからね踊ると踊らないタイプ。うん、ちょっと恥ずかしがり屋踊らないタイプのカツオ